はようございます。主の皆を賛美いたします。また手法間違えてましてすいませんでした間違えただけじゃなく言うことも忘れてたという、失礼いたしました。今日は、引き続いて山の上からイエス様が語られた私たちの日常生活を豊かにしてくださる御言葉を分かち合っていきたいんですけど、今日は誓いって言葉がいっぱい出てきました。詩編の講読でも誓いという言葉出てきました。皆さんもですね、ご結婚されている方は、その時誓ったんじゃないかと思うんですよね。辞める時もみたいな、ね、そして洗礼を受けられた方も洗礼式の時に誓ったりしたことあると思います。ただ今日イエス様もおっしゃいます。一切誓ってはならない。じゃあどういうことなんですかと、これはどういうことか今日一緒に分かち合っていきたいと思います。神に誓ったことは必ず果たさなければならない、その律法をイエス様出しましたけど、神様の名前をみだりに唱えてはならないという実戒の一節に由来したそういう律法じゃないかと言われてます。だから神様のお名前をみだりに唱えない、みだりっていう言葉あんまり日常生活で使いませんけれども、なんで使わないかっていうと、これは法律用語なんですね。で、例えば野山にね、みだりに、ゴミを捨てないとかって言ったら、そのみだりっていうのは決められた方法以外のことでそれを禁することを禁止しますということです。まあ以前にも同じことをメッセージしましたけれども、神様のお名前は私の名前はあるというふうにおっしゃいましたので、あるっていうお名前なんですね。それは永遠に変わることがありませんけど、でも私たち試練とか苦難が来ると、本当に神様っていらっしゃるのかな、いないんじゃないかなって、神様のお名前あるじゃなくてないに変えようとしたりする心の動きがあります。でもどんな時でも神様の名前はあるっていうことだということ、これをないって唱えることはみだりに唱えることだと。同じように神様のお名前を出して誓うっていう行為も誤った使い方があるんだよと、聖書はいくつか出来事を挙げて私たちに教えてくれています。例えば弟子ペテロっていう弟子がいるんですけど、この人はとても情熱的で、イエス様がこれから死ぬって言ったら私も一緒に死にますみたいなこと言ってたんですが、そんなことあなた言ってるけどね、もう私が十字架にかかるために連れ去られたらあなたは私のこと知らないって言うよって、ね、予言されて、ペテロは否定したんですけれども、実際、その時に、十字架にかかる、イエス様が十字架にかかる直前に、人々にあれあなたイエスと一緒にいた人じゃないのって言われたら、問い詰められて、いやそんな人知りません、知りませんって言い続けて、そんな人は知らないと誓い始めたって書いてあるんですね。当時のユダヤの人たちっていうのは神様のお名前をみだりに口にしない、名前を汚さないように、していました。口にしないようにしてました。で、律法では偽りの誓いを立てるのは主に対して誓ったことは必ず果たせとイエス様もおっしゃってますけど、それ命じられていて、神様のお名前を出して誓うってことは必ず果たさなきゃ罪に問われるわけですね。でもどうでしょう、誓ったことを神様の名によって誓いますと言ったことを確実に果たせると誰が言えるでしょう。私中学の時に川崎で駅前にウェーブっていうね、今あるかどうか分かんないですけど、レコード屋がありまして、音楽好きだったんで、よく通ってたんですけど、そこである時こうレコードを漁ってたらですね、入り口に万引き防止のブザーがあるんですけど、それがブー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 って鳴ったんで、ああバカなやつがいるなと思って気にしないでレコードを見てたんですね。そしたらお店の人が寄ってきて、ちょっとこっち来てくれるかって言われて、なんかよく分からずに奥に連れてかれたんですよ。何もしてないですよ、してないのに連れてかれて、その奥の事務所みたいなところに入ったら知り合いがいたんですねそしてお店の人が言ったの、彼は君が
万引きをするように指示したって言ってるけど本当かって言うんですね。いやなんでしてないとめちゃくちゃ否定したんですけど、でもまあ続きは警察で話す聞くからって言って警察呼んで連れてかれたんですよね。で警察署ついても、まあ、誓ったかどうかは覚えてないんですけど、もうしてないですって否定し続けたの。でも信じてもらえなかったんですね。なんで信じてもらえなかったかっていうと、彼は捕まったことがなかったのに私は結構お世話になってたので信用されてない。なおかつ、実は彼に万引きをするようにとは言ってないんですけど、こういうふうにしたらうまくいったみたいな成功体験をめちゃくちゃ喋ってたわけです私は。それで彼がそれを、まあ、真似てやったということで、だから、彼が、まあ、私に指示されたんだというふうにお店の人に言ってたのは、あながち間違いじゃなかったということ。その時はしてなくてもですね、間違いじゃなかった。それで、母親が迎えに来てくれて、泣きながらも身元引受人のところに氏名とか職業を書いていく姿見ながら、ああなんか自分の行動とか言動が全く信用できないものになってんだってことをね、本当に身をもって知って、まあ、その時だけじゃないんですけど、本当にもう二度としませんと両親の前で何度誓ったことかと。でも毎回、まあ私刑務所行ってますけど皆さんそうだと思う。一回捕まったりそういうふうな裁きの場に出たらもう次は二度としないってみんな思うと思うんですね。私もそうでした。でも変えることできなかったんですね。山の上からイエス様が語られた言葉の中に、まあ、この少し前ですけど腹を立ててはならない、前回やりました、それは殺人と同じだよと、飛ばしましたけども姦淫を犯しちゃならない、情欲を持って異性を見ることは同じことなんだよとイエス様教えられましたけど、神様の名前を出して誓ったら果たす、でも当時の人がやっていたように神様の名前さえ出してなければ、誓ったことは罪にならない。天地を指して、またギリシャヘレニズム文化の中でも最も大事だと言われた頭を指して誓っただけだから、神様の名前出してないから罪じゃないよと言って誓ったことを果たしてない人たちが大勢いる中でイエス様はこうおっしゃったんですね。一切誓ってはならないと。誓ったとしてもそれが天地だろうが頭だろうが神様のお名前だろうが、状況が変わり心の動きが変わり誓いを果たせないことなど5万とあるのが人間じゃないでしょうか。そんな弱さを持った私たちを憐れんで罪を犯すことがないように、その私たちの言動や行動が信用されるようにと、イエス様は私たちに愛を注ぐと同時に誓うっていうことの重みを教えられたんですね。そしておっしゃいました、あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい、それ以上のことは悪いものから出るのであると。はいにははい、いいえにはいいえだぞと、誓うとか言っていう言葉の問題じゃない、そんな誓いの言葉を変化させたからいいとか悪いとかじゃないんだと、天地神明に誓ってってね、よく、私たち日本人が使う言葉なんですけど、実は自分の主張に偽りがないことを約束するための言葉で使われる慣用句ですけど、日本でできた言葉みたいですね。そして矢をよろずの神々に誓ってこれを破ったら罰を受けてもいいよっていう意味みたいなんですけれども、最近、国で調査をして、まあ、国語の調査をしたところ、天地神明ではなくて天地天明に誓ってという神という言葉をなくして使う人の方が圧倒的に多くなっているということが分かりました。また結婚式では将来もしかしたら離婚するかもしれないということで、すごい不吉なことを最初から考えてどうなんだろうと思うんですけど、誓うんじゃなくて志しますと言わせるところも増えているみたいです。じゃあこういうふうに言葉を変化させていったら全てが変わっていくんでしょうか。聖書に義人はいない一人もいないとあるように、
私たちは皆神様の前で罪人だというのが聖書の価値観です。そしてこの誓いも実戒から派生してできたものだと言われてますけど、だとしたら実戒、律法の果たす役割は私たちが罪人であるということを理解するためのものだと聖書にあります。言葉をちょっと変えるだけで、じゃあその罪人が救われるんでしょうか。信用を失った言、そういう言動が信用されたものに変わるんでしょうか。不確かな誓いをしただけで人生変わるでしょうか。そうではないんだとイエス様おっしゃるんですね。私たちを救い、作り変え、信用されないものからされるものへと変化させることができるのはただ主なる神様、イエス・キリストを信じる以外にないと聖書は言います。使徒の4章の12節で、他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名イエス・キリストのほか人間には与えられていないのです、という言葉があります。誰が信用できない人、あ、この人無罪にしましょうと言うでしょう。犯してきた罪がたくさんあるのに帳消しにしてくれるでしょうか。今までの歩みにおいてあなたの心までお見通しの神様が裁判官であるなら、そして天使たちが裁判員であるなら、その方々を前にしてあなたは自分は裁かれない、罪を犯したことがないって言えるでしょうか。言えないと思うんですね。でもそこで私たちの側に立って横に立って証言をしてくださる方がいるっていうことを聖書は伝えてます。私たちの横にいる方が私たちのことを、この方はいっぱい罪を犯してきた、嘘も言ってきたかもしれない、人をバカにしてきた、誓ったこと果たせなかった、でもこの人が犯してきた罪は私が十字架で全部身代わりに引き受けました、だから裁判長である主よ許してくださいとおっしゃってくださる方がいるんだということ、私たちにできることは誓うことではない、この方十字架のイエス・キリストを信じて救われるか、信じないで救われないか、はいかいいえの2つに1つしかないんだとイエス様おっしゃるんですね。実際聖書を開いてみると、誓うっていう行為や言葉は人間が用いるよりも神様が人間に対して誓う場合に用いられることが圧倒的に多く出てきます。私たちが神様の名前を持ち出して不確かな誓いをするんではなくて、神様が私たちを救うのだ、私たちを幸せにするんだ、そういう揺るぎない誓いを一つ一つしてくださっている、それが聖書の御言葉です。そしてその御言葉の頂点、その誓いの頂点は地上に来たイエス・キリストによって果たされたと、それがあの十字架です。今日この後バーベキューしますけど、やがて天国でも宴会が開かれると聖書にあります。あなたがその宴会に参加するためには招待状であるイエス・キリストを信じるかどうか、そこにかかってるんだと、今日はそのことを覚えながらバーベキューの時過ごしていきたいと思います。一言お祈りします。神様ありがとうございます。私たちが犯した罪の重さにもかかわらず、あなたがすべてを十字架で贖ってくださったことを心から感謝いたします。私たちの不確かな誓いではなく、あなたの確かな誓いが私たちの人生に果たされていくことを見ることができる、この幸せを心から感謝いたします。一つ一つのあなたとの体験を通して私たちの信仰をさらに高めてくださいますよう願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは聖餐に移ります。